どうも、ヤシンでーす。今日はね、我が家の家宝、ケンメリオンを、紹介していきたいと思いまーす。とりあえずぐるっと回ってみますか。かっこいい。いいっすね。いや、自分家の車だけど、いいですね。とりあえずこんな感じでぐるっと一回回ってみて。いいね。じゃあちょっとアップしていってみましょうか。これね、もともとはね、すっごいボロかったんですよ。あ、これこの前弟と開封式やったホイールっすね。いいんじゃないかな。かっこいいね。おお。渡辺のホイールっすね。じゃあちょっと中の方見ていきましょうか。いいね、これまたいいね。中渋いね。後ろはね、ちょっとね、シートがねボロかったんでね、タオルちょっとごまかしてますけど、じゃあ乗り込んでみましょう。いいね。オーナーにエンジンかけていいか聞いてみますよ。オーナー、エンジンかけていいですか？あ、許可いただけたんで、かけてみます。あれ、どうやって書く？あ、これか。これね、プッシュだって。プッシュ、すげえ。いいなあ。じゃあちょっとボンネットの方もね、開けていきたいと思いますね。じゃあちょっとスタッフお願いします。スタッフなんか、それともこっち。お、綺麗なエンジンですね。おお、これはウェーバーがついてんのか。これ何杯がついてんの？40杯。いいね。ツヤツヤのヘッドカバーもね、いいね。あ、これね、ターボって書いてあるんですけどね、最初ターボで組もうと思ってたんですけど、結局、いやー、 L 型はキャブでしょうって話になって、キャブになったんで、まあ塗ったから、じゃあつけとこうかってことでこれつけてますね。じゃあちょっと空ぶかしの方お願いしますよ。たまらないですね。ちょ、マフラーの方も見てみようかな。マフラー。いいね。いやー、素晴らしい出来。昔あった、写真、元はこういう感じだったんだよって写真があるんですよ。それもちょっとね、まあ見てみたいと思いますね。あ、ありがとうございます。じゃあちょっと借りて、ちょっと置かせてもらっちゃおうかな、下にね。ちょっと弟、こっち持っててもらえます？それともこっち紹介してくれる？昔はね、も
元々はこういう感じ見えるかな。これぐらいの角度がいいか。こんだけボロボロだったんですよ、これ。これ。元はね、こういう感じのね、だいぶ、もう野ざらしに近いような車両をね、うちの親父が一生懸命、まあ、時間かけてね、直してって、今、この車両仕上げてますね。いやー、ほんと尊敬しますよ、これ。ここまでできる板金屋さんってなかなかいないんじゃないですか。ね、すごいな、これな。ちょっとざっとしか、まあ、めくってないですけどね。すごいな。すごいな。いつこれ2018年の時の状態がこれですね。何年かけてこれ直したんだっけ。5年。まあね、仕事の合間見てだから、土曜日日曜日のそれも合間がある時で直したんで、まあ親父がね車体の方を板金塗装やってって、まあ自分の弟今撮影してくれました、撮影してくれてますけど、弟がエンジン系整備の方やってってね。あ、これエンジン組んでるところですね。一回全バラしたんだよね、これね。全バラしてね、いたずらして、で綺麗にして、使える部品、必要な部品用意して、ここまで仕上げて1台作ってますね。はい、ありがとうございます。いやー、素晴らしい。まあね、走行動画ね、ちょっとね、乗っけたいですけどね、今日ちょっと用事があって出かけるってことなんで、また後日、走行動画乗っけていきたいと思います。いやー、いいわ、かっこいい、かっこいい、かっこいい。またね、質問あったりね、コメントお待ちしてますんで、ぜひ、グッドボタン、チャンネル登録よろしくお願いします。じゃあちょっとボンネット閉めてもらおうかな。あー、いいね、かっこいいね、かっこいい。あ、フロント側のアップも撮ってなかったね。じゃあ一緒に撮っときましょうか。あー、これ GTR のエンブレムつけてありますけどね、 L 型なんでね、 GTR ではないです。あー、かっこいい。それじゃあ今回の動画はこんなところで、次回の動画もお楽しみに。バイバイ。